三条、カラスマ御所跡、徳大寺サ義が、鳥羽法王に賢治御所となった、京都市中行区三条通り、カラスマ西湯南側、徳大寺サ義は、平安時代後期の区業、県大納言、藤原金座根の逸尾。徳大寺家を起こす前は、藤原サ義と称していた。神は、十一位、左大臣。徳大寺家の祖、大権門院の同母に、 旧安三年徳大寺を建立し、徳大寺左大臣と称された。長寿元年に、樹五石下に除せられる。元長元年、秋子が、蕎麦天皇の中宮のになると中宮の県、両、天寺元年秋子が、陰謀宣言を受けると、大剣門院別当になる。秋子の兄であることから徴用され、保安三年に、県中納言に任じられた後は、左兵ただし、江門、ただし、 ケビー・シベットーと類心。長生2年には、長女、サチコを、藤原・頼長と結婚させることで、石管家と関係を強めた。法縁2年に、聖二意大納言となるが、英治元年のストク天皇の大位と、高治元年の大剣門院出家により、官印流は、低迷期に入る。官印流の中心は、イボアニの三条実行だった。長の支援を受けた氏は、 実行名誉職である、大城大臣に棚上げして、空席を作り、旧安六年に内大臣となった。九十二年に、幸子が成居するとより長から離れて、美福門院に接近し、後退し、主人新郎の東部風になるなど変わり身の早さを、見せる。方言元年九月、左大臣となる。方言二年正月二十一位に除せられるが、七月に、出家して、 光明を真理と称した。9月に、忍那寺の字の衝動で皇居。歌人として有名で、かつての家人、採業と信仰が深かった。ありがとうございます。